ダウディング男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。英本土の防空システム構築を統括したヒュー、ダウディング空軍大将が1943年に、ジョイされたことに始まる。なお、ダウディング家に、男爵以外に保持する爵位はない。初代男爵、ヒューダウディング、ヒューダウディングは、イギリス空軍研究部門を率いた軍人で、1930年代に、 かけては、戦闘機軍団の創設、レーダーと戦闘機を統合した防空システム構築を推進した人物である。ダウディングは、空軍退役後の1943年7月5日に、連合王国貴族爵位のミドルセックス州ベントリープライオリーのダウディング男尺に除された。王立空軍軍人に対する貴族奏家としては、ヒュート・レンチャード空軍元帥に続くものであった。 彼の没後は、息子でレックが爵位を継承した。二代男爵でレックも、父と共に空軍に在籍して、バトル・オブ・ブリテンを戦った後、空軍中佐まで昇進している。その息子である三代男爵ピアーズが男爵加減、当主である。男爵家のモットーは、働くとは、祈ること。爵位の推定相続人は、現当主の弟であるマーク・デニス・ジェームズ・ダウディング、閣下。 推定相続人の法廷推定相続人は、その子であるアレクサンダー・ダウディング。英国空軍令名機のオス・トレンチャード、空軍元帥は1919 19年に純断尺利を授けられたのを皮切りに、1930年に断尺位、1936年にトレンチャード死尺位を得ている。ありがとうございます。